一回さ、あれしようぜ。あの、福岡ちょっと行こうぜ。福岡行きてぇや。ちょっと行きてぇな。えー、福岡。あれするか。自分ちの住所が分かっちゃうかもしれないけど、シークレットモードでやろう。福岡。え福岡のさ、一番栄えてるとこってなんていうところ福岡の。 一番栄えてるところ。転身、オッケー。なんで、みんな、そんな。詳しい。ええー。しまっ,ってる。 天神っていうとこな。ちょっとマッチ。で。これなに、あれ、埋め立て。天神って、転人て。埋め立てくせえな、これ。 天神ここか西鉄福岡天神天神駅ここに行ってみようビュー。おおって天神の駅に行きたいな天神駅 えー、まあでもそんな町田と変わんねえよって町田と比べんなって言われるかもしんないけどじゃあ俺が今比較的のが町田ぐらいしかなくて、うん、町田みたいなもんだわ、うん、町田じゃねっつってあ H&M があるじゃんこれこれ館山の人のハイブランドなこれ館山で H&M 来てるとモテんだよえお前 H&M 来てんのヒューかっけえっつって アンもあんだジャンからがあるってことはあれだろうこれ近いだろこれ駅がえでも遠,遠いなここナンパスポットなんだええほんとだほんとだわ かん <laughs> 本当かどうか知らんねえけどう <laughs> んナ,ナンパしてるような感じがしたなあこれ駅じゃないかんえでもやっぱすごいな栄えてるなここ駅臭いよね これなんだあれかバックとかっていうとこか。カルカ…カカルティエかこれ。あ、カル,これでカルティエって言うんだこれで、ね。僕あのー、カルティエ買ってあげたいなと思ったんだけどね。買えなかったねちょっとね。カルティエ買えなかったな。高かったから。うん。えー。あ、ここ。 きらめき通りここなんかあれだなミニ渋谷交差点見てでいいじゃんソラーリアプラザソラリアだわえー、このなんかさ観光したらどこ行ったらいいんだろうなこれメルヘン通りだわ福岡ってなんでそんな画面変数したらいいんだうなんか そうだよな、ね、博多出身って聞くだけでなんかおほらこれなんかあれだわ新天町ほらいるわおるわ、はあおるよあこれが福岡駅かちょっと行ってみてあでっかい 怖いねすげえ天心駅プロントもあるわでかいなこれがここにあのあれなの,そのかわいい子たちがいっぱいいるってその顔面偏差値が高い子が駅地下にいっぱいいるよってさ別にどうこうするわけじゃないそうなんだここに でもなんかあれだな俺俺と同じぐらいかそれ上の人が多いなまあ夜じゃねえからかこれここは東横みたいな感じなんだあーそれ目的だったら泣かすに行った方がいい俺なんかさ目的変わってきてねえから別に <laughs> さここにいる人見るためじゃねえんだけどさこういうところさあんだろうこれっつってえたい焼きだってーみたいなじゃねえんだよな あ,あその先にナンパだらけの稽古公園があります先進めねえなんか進めねえやな,なんで進めねえここからナンパスポットだからなのか進めん。 調べるわこれか駅近の方に行ってみようかビュッなに今なにグーグルって駅の中入れるようになってんのいやーマジ今すごっ 今、駅も行けんだ。Google って。はぁ、じゃあ事前にさ、あやっと、折り場がこっから行った方がいいから、え、これ駅の中行けんのこれ。改札とか行けんのかなさすがに行けるわけないか。え、ま、マジ言ってんのは <laughs> え、普通に行けるわ。へぇ、いい、あ、あそこに改札がある。 じゃあすみません。じゃあ降りますね。って。はい、すみません。って。スイカで行ったわ。俺、まだ、いまだスイカなんだけど、大丈夫俺、いまだに前の会社の、あの、定期の、あの、余韻が残ったスイカなんだけど。だから書いてあるんだよね。どこまで行けるよっていうさ、やつが。まだ、あの、一応、これは何年まではどこまでは行けるよっていうやつなんだよな。 モバイルスイカにしたいんだけどさ怖くないっすかモバイルスイカって何が怖いって携帯の充電がなくなったときにすげえ駅探検できるがここでおしまいだんちょっと階段下りれないっすねこれなんかこれ多分さあれだね閉まってるから多分これ朝とかに撮ったんだろうねこれね きっと誰もいないもん。外出れねえもんだってこれ。これ閉じ込められたわ。天使稽古公園行きたいわ。このじゃあど真ん中行くわ。一回。ビュー。おお。え何ここでナンパがナンパされてるわけですか えー、でもさ、待ってくれよ。俺の思った公演じゃねえぞ。なんか今たこ、この時はまだ、あれか。撮影日が11月、あ2016年か。これさ、時戻せなかったっけこれ。時、2013年にしたいわ。時、時を、どうやってやったっけ時を。 戻すんじゃなくて進めたいわ音声認識いや違うはずなんかこの辺でなんかやったと思うんだよな音声でいや行くわけがないこれが最新なのかな日時のとこクリックしてみていや何も起きないねここかいや何も起きないっすねしょうがないね え、まあ、ここがあれなんだここがとりあえずその可愛い,い女の子たちがいるかもしれないっていうねこれさ別にいいんだよ俺お話とかしなくてもタバコ持ってねえだろうなこれ学生じゃねえよなこれあっこれサラリーマンかサラく口的にサラリーマンだなこれなああ あこれが金庫公園ねこれが金庫なあじゃあ建庫建公園なちょっとまあこれは今工事してるけどあれだわ博多駅行ってみたいよね、うん、博多駅周辺博多駅さ 左と右どっちがいスーツセレクトがある方があっちいいかなあっちいい方いきてるな左の方があっちいいだろう俺多分ああ博多駅前通りだわ駅どっちだこっちか駅こっちか全部立ちんぼなわけがない ああ、すごい綺麗だね博多駅博多のなんか時計塔だわあこれは2021年だから割と最近だなここにいる人たちが消えたわ急に人やっぱ多いな結構いるわ街だよりすごいわやっぱ街だよりすごいな ちょっとさ,ちょっとさな中州中州のちょっとど真ん中行ってみるわ中央これが夜町なんだえでもなんかエロの町って感じしないな ああ、でも、そうっすね。確実に、これは、うん、そうっすね。うん。そうだね。この辺なんだろうな、きっと。だって、これ絶対あれでしょ。キャバしちこれ。3回。1000円飲み放題。J グループ。ああ、この辺だろうな、きっと。安いな、通貨 朝キャバ昼キャャババ昼この辺が多分遊べるとこなんだろうなあこれ聞いたことあるわこれあれだろあの福岡と言ったらばウエストこれごぼうだっけこれなんからしいなこれなウエストうまいっていう人の意見が多いけど中にはいや上手くないっていう人もいるな 四三うどんだ。そう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 ,そう,そう。四三うどん行きてえな。四三うどんちょっと食って帰りたいな。あのごぼう店あ、すけさんだ。そう、ごめん。何、何回もあれだわ。おめしょうやってどこにでもあんな、これ。どこにでもあんな、マジで。すげえ落ち着くわ。しょうやってさ、あの、結構レベル高いよね。あの、刺身うまいよね、しょうやって。 なんかそのチェーン店とはいえ、これうまいと思うんだよね、これ。博多だったら大池のうどんがいい。牛角。ここはあれだな。あの東京にもある店が多いな。ああ、やっぱそうなんだよな。歌舞伎町とか、また、なんとかこういう色町近くにやっぱドンキ絶対あるんだよな。えー、でものきれいだな。道路も広いしきれいだな。でもこっち行っちゃうと多分色町じゃないんだろうな。 なんか色町の中心に行きたいな。これ今のうちにちょっとラーニングしときたいんだ。このさっきのウエストがあった。こっちは多分ビジネス街だからさっきのとこに戻ってた方がいいわ。無料案内所の付近辺をちょっと見てみよう。もつ鍋はね、食べたいよね。マジで食べたい。このさ、裏通りとかすごいんじゃないのこれ。 明らかに今いたもんなホスああ多分これこの服装はあれだわ多分ディーラーかこれきっとディーラーの朝帰ガかうわーこういうとことか好きよ俺ここほらこの先にあるなんかあるわクラブハーレム <laughs> いやこれホストくせえなこれ。 ああこの先にある謎の町ああ謎の店かあれこういうとこ好きよすごい新橋とかのさ新橋とかこういう通りクソあるからおもれんだよなああさえぎこれうまそうだねごまさばかに寿司レーズンバターレーズンバター親の塩辛福岡っぽいのあるか 福岡っぽいのでも福岡って何,何なんだろうな何,何って言うと多分何でもうまいんだよな多分この辺が多分色まちなんだろうきっと恐らく絶対そうだわここ多分あれだわ多分ロシア系列系の ペガサス。<laughs> いいね。ペガサス。見ろ、ここにある。おい、ペニスラ。<laughs> ペニスラ。これなんだかペガサス、ペニスラ。ラウンジ、アクア。カーネット。グラマ、ボブ。ああ。アクア、ペニスラ。ペニ、ペニンスラか。 ペニンスラ。んあ、これホテルか。ペニンシュラホテルか。あ、ペニンシュラホテルか。あ、なるほど、なるほど。<laughs> この流れだと、あれだわ、そのホテルだと思えねえわ。ペニンシュラホテルか。あ、なるほど、なるほど。あ、これホテルのマークだわ、これ。でお前、ペガサスあってさ、ラウンジあって挟まれてたら、お前、これ、ペから始まって、スで終わったら、お前あ、そうですか。 今、ホストあったな。この辺だろうな、きっと。わ、こういうとこ行ってみて、茂ます。こういうとこが一番いいまである。だんだん。かっこいいわ、いつもここから。本当にかっこいいな。うん、ジャニーズと言っても過言ではない面の良さだな。 ちょっと一回戻るかいや楽しみだなこの辺だなこの辺ちょっとうろうろしてで飯食いながらちょっと配信してってあここよねもつ鍋鴨鍋ペガサスちょっとやっぱ行きたいっすよねうん ディードああ広告みたいな感じかこれうんいやここ良さそうだわ面白そうだな長浜ラーメンあ,あ九州って言ったらなあ,あこのな長浜系なあ,あしかも焼き鳥もあるんだこれ。 もっと川沿いを見てくれよ <laughs> こ。こっちこっち川沿いこっちあーいいじゃない。ああ、ああ、ってか、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。おおさんが休憩してるわ。お、いいじゃん、いいじゃん。この傘、なんか、空間歪んでね。あ、これ切り張りしてんのか。えー、あ、ここもいい。天気いいといいな。 今週、どうなんだろう、2月の9日とか天気いいのかな出会い橋っていうの、えー、なんか、あれみてじゃねどこだあのー、な荒川みてでいいな。なんか、しかあるんだが、この、ここの、この風景、めちゃくちゃ気しかない。高速の、高速沿いの、東京の。 なあ,あれあれキリンのあのうんちの像ありそうだわそう浅草のあたりのここあれなのそういうああんかこういう あの3ラインのジャージの女性多そうだななんで人に食いつかないんか食いついちまうなんか食いついちまうよリバークルーズジャージ女性好きなんだよ俺立山見てるあこの先は行けないわこれが天津中央公園かあ行ってみたいな明るいうちに行きたいね俺着くの何時なんだろうな初日 飛行機で行くんだけどさ、あの、明るいうちに配信してんな。ジモティに笑われず天神なんて、て、天神なあれ、俺、わか天,天神な天神、ジな死じゃなくてジななんだこの、ペルソナみたいなの。神様がいるわ。 えべ。バーボンド。めっちゃ楽しそうじゃん。あれ、ボンドってこっちにもなかったっけフグの満足。フグはあれだもんな。福岡じゃなくてもいいもんね。福岡観光するもんないよ。まあだからでしょ繁華街をプラプラして食べ歩きっていうのが。 い,いっすよね、きっとねおそらく無料案内所が至るとこにあるんだがマジで至るとこにあるわそんな必要んーちょっとこの辺で最後にしようあーこれでだよな水炊き 何で食べんの福岡の人たちってポン酢で食べんのそれとも水で炊いてポン酢だよねやっぱなポンだよね夜の店ランキング見たいけどおっぱいとか出てきそうでちょっと怖いんだよな、うん、ガールズシーシャバーか、うん、美魔女、うん、この辺っすよねやっぱねあこれだわここだみんな 多分ここなんだろうな多分なうんアニソンバーシュラ国海抜チンバーチンバーマハロああいいっすねガールズバー多分あれなんだろうなきっとあの東京はあれなんですよあの隣についちゃダメっていう 条例があるんだよね多分あの東京都だからダメなんですよ確か対面じゃなきとダメっていうさ多分ねこう福岡だとまたちょっとローカルルールで多分あるんだろうな、ね、きっとそう全国なのかないやなんかどうだったんだろう全国なのかな多分東京都だけじゃないかな条例うん福岡もダメなんだそうだからいろいろあって俺がいろんな方の あのー、びっくりしたバーがあったのが、こういうふうにさ、バーカウンターがあるじゃん、こうやって。こうやって、椅子に座ってんじゃん、こうやって。男がさ、こうやって、酒飲んでさ、こうやって、座ってんじゃん、こうやって。びっくりしたのが、ここに、バニーガールのかわいい、あのー、お姉さんがこうやって立ってんじゃん。そしたら、ここが全部あのー、 鏡になっててお姉さんの,あのパンツがさあのも,ろ見えてもろ見えの状態でこうやって映ってるバーがあったわ東京に、うん、なんでこんなことこんなことってあるんだっつったらそうあのあれなんですよって法律の穴をかいくぐったバーですっつったガールズバーはあの隣についちゃいけない触れてもいけないじゃあどうするかそうだ鏡を後ろに設置しようっつって ずっとだだからもうお,、ね、お姉さんんの顔見てないんだよねずっとみんなここ見てるんですよでもお姉さん笑ってた「はははいいですよ皆さん私たちの顔なんてみな見ません私たちのパンツをずっと見ながら飲むのがここの店です」っつって笑ってたそんな最高な店あるのかっつって、うん、ありましたねこれ、うん、ちょっと福岡の楽しみだなマジで、うん えスケベの顔をした自分見えるそう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 ,そう <laughs> もちろん見えるもちろん見えてるもちろん見えてるこうやってパンツをこうやって見ながらそのパンツのそのパンツを覗いてるときまたこ,のこうやってよだれだれじゃながらこうやって見てるジジイの顔がのぞいてるんだよあれ目があったねって すんごい悲しいんだけど、見んだよ。んちょっと待って、ちょっと待、ま、っ,っちっちよいしょ。<laughs> 福岡行くならやっぱ冬なんだ、そうなんだ。<laughs> 楽しみだなまあまあ、こんなところか。俺があともう一個行くのがさ、久留米っていうところも行くのよ。 久留米はどうなのお、なんか面白そうですね久留米市こういう神社もあるんだガチで何もないえでもさ栄えてるぜ栄えてるっていうかなんか綺麗だぜ ラーメンしかない。あそうなんだこの中生きてクルメは方言強くて女の子が可愛いあそうなんだえでもこの通りとかちょっとおもろそうだが。 マジかよ反逆出た時期かよクソ大お鬼クソ大 <laughs> あまあいいいつだこれ2019年かえー、こういうところか 鶏の刺身美味しいから食わないから当たると高熱出てるあ、ね、あーまあそうだね食べてみたいっすね食べてみたいっすねちょっと九州さ多分俺今後多分行くのかなって他に多分ねなかなか行く,行く機会がないからこれな何してんだこれあー見てんだ多分誰だれつって知らねーっつって お女の子じゃなくて男の子だよなこれなわけえなわきがら麺食べてくださいほんとそんなそんなのあんのほんとにそんなのあんのただくだらねえコメントじゃなくて絶対ねえだろそんなの えなんで九州出てくるのないよね、そんなのね。あ,あれだわ、クソガキのあれだっただけだわ。おあ、俺のちょっと待って、脇ヶラーメンが履歴みたいに残っちまったじゃないかよな。俺、これどうすんだよ、これ、脇ヶラーメンとか。 あこれさこういうの出てこない福岡色町ああでも中洲なんだね旧柳町遊郭な何これちょ,ちょっと見てみたいえこんなとこもあるんだ遊郭跡遊郭跡地 これさっき行った場所ではないか。あ、なんかこっちのがあれだな。なんか、なんかいいな。えー、なんか行,く行きたいとこがいっぱいあって定まらん。なんでこ、ここは別によくねこれもダメなの広告は別によくね これラーメンじゃん博多肉そばあもっとメニュー見てえなでもラーメンは絶対一杯行きたいよねこれ,これなんていうとここれ夜の中州の保健室ああ<れ>薬局か完全エロい,あい,いフォイくんいいんじゃんフォイな,なんであれなんだよ ぽいくんとさ、あの、それ以外な、なんでこの人だけ、あの、モザイクかかってんだよ。な,なかおかしいだろ、これ。わきって人、あ、わきって人か。わあ、俺さ、なんか最近なんだけど、めぐるめぐって、これなんだよな。 こういう系のさ、なんかあの、豚骨とかじゃなくなっちゃった、この醤油のさ、淡麗あっさり系が最近、マイブームになってきちゃったんだよな。でさ、あの、わかるピンク色のチャーシュー、うっしいやつ。お前これ生の肉なんじゃねえのっていうぐらい、チャーシューがピンクのさ、うっしいやつ。あの、あれめっちゃうまいんだけど、あれ。あれうまいよな、あれ。どうやって作るんだろうな、あれ。低温調理系のな。 この前さ、ダチョブの後に鳥羽と六本木でさ、食ったんだよ。なんか、名前忘れちゃったけど、すんげえうまかった六本木の交差点のラーメン屋さん。と、あの鳥羽がガツガツくさすわむっハマグリラーメンみたいな感じで。お、ちょっと、あれしよう。ハマグリラーメン。見てくれみんな。 あの鳥羽が、よだれを垂らしながら食べてた、ラーメンです。あの鳥羽が、ね、あんまり、あの、普段、マック,マクド、マック、あのー、マックとお菓子で生きてきた鳥羽が、あの、む、ほ、むしゃ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 って食べてた、あの、ラーメンなんですけど、ハマグリラーメン。うん。これ、麺をね、 上げてて折りたたんでチャーーシューペロンってこのこれこの牛ピンクのチャーシューこれもうねめちゃくちゃうまかったんですけどなんと値段が1280円1280円嘘だろうと思ってうんラーメン皆さんねえ まあほんと子供の時の話なんてしてもしょうがないんだけど、俺がクソバキンの時400円だったぞって。400円でしたよ。もう今ね、ねこのぐらいの値段がもう当たり前になってきちゃったらしいね。俺ラーメン屋のさ、あのよく店長と飯食ったりするって言ってんじゃん。で、そのラーメンの店長が言ってたんだけど、悲しいってさ、あの悔しいってさ、あのラーメンで1000円超えるなんておかしいよってよく客に言われんすよって。 ああ。まあでも確かに子供の時ね。しかも俺よりも上の人たちなんて、一杯408円とか、チャーシュー麺700円とかでしたもんね。つって。そう。今や、もう、あの、だしも煮干しも今高騰して、ガスも高くなって、家賃も高くなって、そんな状況で408円のラーメンなんて出せませんよ。つって。でも、じジじいババアたちは、ラーメン1000円以上は高いよ。そういうふうに、 やっぱこう日本の経済の裏を知るとしょうがないんだろうな。